う気じゃなかったんですか。いや、本当大丈夫ですよ。どうせ死ぬんなら、あと3日待って考え直した方がいいですよ。景色が変わるから。お金ください。ダメ。お金。ダメ。声小さい。お金ください。英語やめろ。お金よこせ。お金の思いだ。金よこせ。出せ。金を出せ。そうだ。分かったら、ありったりの金をこのエコバッグに入れな。何ですか。招待してもいいですか。いいけど後ろから撃つかもしれないよ。さてその二人はどうなった。まあ、どうなら自分を犠牲にしてあいちゃんねえよ。食べちゃうぞ。ユージ笑わないでしょ。残念ながらこの店はあの世とつながっている。残念すぎるよ。営業妨害か。契約書では親父さんは弟を代行者で指定している。来たるべき新世界と君らの希望未来に